はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、実は私これからとある取材を受けに行くところでして、で今日こちらの488スパイダーに乗ってドライブしてきたんですけど、ちょっとまだ取材まで時間があるということで、ちょっと時間を潰しに行きたいんですね。で今日は取材を受けるにあたって、一応カメラマンさんもついてきてもらってるんですけど、ちょっと取材受けることとか私あんまりなかったので、めっちゃ緊張してるんですよね。緊張度合いがどん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 上がってきちゃってるっていうこともあって、取材までの時間をちょっと気を紛らわせたいなということで、今日はこれから軽く秋葉原散歩していきたいと思います。あー、なんかもう緊張してきたよ。カットしてもらえば大丈夫。まあ確かにね。でもなんかその今回取材を申し込まれた理由についても、私が前に動画を出した老害のおじさんたちへみたいな動画の件で、ぜひいろいろ話を聞かせてほしいと言ったことなんで、ちょっとね、私自身なんか自分が思ったことを言いはしましたが、なんかそれがちゃんと伝わるかどうかってところが不安なんで、自分の口でちゃんと綺麗に伝えられたらいいなってとこなんですけど、大丈夫かな。なんかそういうことを考え始めるとどんどん緊張してくるんで、ちょっと一旦忘れよう。もうとりあえず一旦忘れて秋葉原お散歩しましょう。はい、ということで、それでは今日もご安全に行ってきます。あ、ちょっとの時間しかないからパーキングメーター使うんだけど、ちょっと目立つよね。どう？かっこいいっしょ。こうやってね、光が当たるとね、すごい綺麗にね光ってくれるの。ツヤツヤ。普通のホワイトでやっぱりカラー違うんだよね。いや、ちょっと置いてくのが不安なとこはあるけど、まあまあ10分ぐらいだからいいでしょう。じゃあ軽くお散歩しましょう。あ、やっぱり秋葉といえばゲーセンだよね。麻雀牌。最近麻雀やれてないんだよな。麻雀めっちゃやるよ。やれてないけど最近は。麻雀やってる動画をね、 YouTube に上げても絶対ウケないこと分かってるから上げない。たい焼き見て見て、囲碁のたい焼き、サポーテッドバイクリコアン。クリコアンのたい焼きめっちゃ好きなんだよね。買ってあげるよ。クリームとグラン一つずつで、クリームグラン1つゲット。じゃん、キゴのたい焼き。私は小倉をいただきます。カメラマンさんにはクリームをあげました。はあ、じゃあいただきます。おう。すごい、フェラーリの中でたい焼き食べてるのすごい違和感あるけど、どうですか、美味しいですか。クリームたくさん。甘いの食べるとちょっとね、緊張が和らぐところもあると思うんで、まあいいでしょう。でも何聞かれるんだろう。絶対そんなん聞かない、どうでもいいでしょ。あー、そっか、確かに。でも私が持ってる車今4台だけど、その前の車とか別にそんな大量に持ってた経験があるわけじゃないから、総台数で言ったらそんなに多くはないんだよな。でもさ、なんか最近コメントとかで多かったのが、お金の出どころが気になるみたいな、なんかそこを明らかにするべきだみたいなコメントめっちゃもらってて、でも私の動画前から見てくれてた人とかはもう分かってると思うんだよね。普通に本業が何やってて、で YouTube の収益を当てててっていうのも分かってると思うんだけど、多分過去の動画を見てないけど最近知ったばっかの人が多いから、そういうことも聞かれるのかなとも思ったり。そう、やっぱり同業の人からしたら結構分かるとは思うんだけど、でもそう、ゴミさんがそうやっておっしゃってくれたおかげで多少はね、ああそうなのかと思う人はいるかもしれないけど、 YouTube やってない人からすると YouTube でそんな稼げるって思う人はいないんだろうね。でも YouTube ドリームってそう、100万人とか200万人とかそれぐらいの桁に行かなくても意外と達成できるというかね、全然普通に稼げちゃうってところがあるよね。まあその YouTube ドリームが叶ったのもこうやって普段応援してくださる皆さんのおかげなんですけどね、本当にありがとうございます。で、たい焼きを食べながら言うのは違うかもしれないね。
なんか私自身がさ、そんな外交的なタイプではないというか、人見知りしちゃうから、なんかそういう取材とか受けるのもちょっとやっぱ緊張するとこはあるんだよね。自分が大丈夫かなって心配にはなるけど、話しやすい人だといいな、記者さん。そんな感じなのかな。でもそんな変な方向に行っちゃったら困るからな。そう、なんかじゃあもともとその車好きだったのが何かきっかけとかってあるんですか。ああ、車好きになったきっかけはイニシャル D とワイルドスピードにハマったからってだけで、もう典型例なんですけど。なるほど、ね。なんですか、こう言っちゃうとなんですけど、男子みたいなっていう。そうですね、イニシャル D はもともとちょっと私がアニメとかを結構見る人間だったので、オタク系な人種だったってこともあって、そのあわわわ、確かにどういうお家柄とかなのかなって、やっぱりこういう人とかやっぱり。はい、ということで取材受けてきました。頑張りました。どうでした、私ちゃんと答えれてました。どう言ったらいいのかなと思って緊張した。ちゃんと自分が言いたいこと伝わるかなと思って、言葉選びって難しいじゃん。なんかめっちゃ緊張した。一回でこれちゃんと言えるかなっていう。 YouTube とかだったらさ、ちゃんと撮り直したりとかさ、後で編集でカットすればいいやみたいな内容もあるけど、取材だとそうはいかないかなと思って、めっちゃ緊張した。100点ですか？本当？いやー、ちょっと無理やり感あったけど。ありがとうございます。なんか感想ありました？適当すぎやしない？1時間ちょいぐらいずっと喋りっぱなしだったから、すごい喉乾いちゃった。お腹も空いたんだよね。そういえばお昼飯食べてないことに気づいたから、ちょっとラーメンでも食べません？疲れたんでちょっとラーメン休憩してから帰ろう。うん、じゃあせっかくなんでちょっとラーメン食べてから帰りたいと思います。頑張った私。なんか慣れないことしたからもう疲れちゃったや。すごい脇汗が止まらなかった。なんかずっと一人で喋ってるじゃん。あれ、私ちゃんと言いたいこと言えてるかなとか、質問の趣旨に合ってるかなとか不安になってくるんだよね。迷子になりそうになった。え、めっちゃしてたよ。緊張してそうに見えなかった？見えたでしょ、ほら、そういうこと。でもなんかすごいカロリー消費した気がする。1時間ぶっ続けて喋るとさすがにね、お腹空いちゃうよ。今日のラーメンは何にしようかな。あったー、ラーメン、じゃん。今日は辻田に行きたいと思います。あー、でもどうしよう、つけ麺もラーメンもある、どっちがいいかな。今日はラーメンにしようか。何がいいですか？了解です。じゃあ私ラーメンにしようかな。イエーイ、いきます。じゃーん、来ました、味玉ラーメン。美味しそう。頑張ったからいっぱい食べよう。いただきます。美味しい。辻田のラーメン久々に食べたけど、つけ麺じゃなくてラーメンも美味しいね。よし、時間帯にラーメン食べちゃった。でも頑張ったからいいでしょ。それじゃあ帰りますか。ということで今回取材受けてきました。あまりこういうの慣れない感じだったんで、私が緊張してたんですけど、まあ、なんとかこなせたのではないでしょうか。で、今回ですね、取材をしていただきました集英社さんの記事についても、おそらくこの動画が上がる頃には上がってるのかな、概要欄に詳細載せておこうと思いますので、気になった方はぜひチェックしていただければと思います。よし、ラーメン食べて元気になったし、こっからまたお家帰れますか。カメラマンさんもお付き合いいただきありがとうございました。
それではご安全にお家に帰っていきたいと思います。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。